ですからね。はい、ね、はい、今日もね、あの2日連続で、そうですね、昨日も演奏していただきましたね、はい、いよいよね、の皆さんが登場してくださいます。祭りといえば和太鼓は欠かせない。やっぱね、この暗い雰囲気になってからの和太鼓、本当にかっこいいんですよね。そうなんですよ、このね、明かりとね、この和っていうのは、うん、和風の和ね、はい、和風の和っていうのは、なんていうのかな、こう高校と出る明かりよりも、このうっすら、ぼんやりと儚げに灯る明かりの方が似合うんですね。きっとあれですよね。どうですか、月明かりの雰囲気のような、明るさっていうのがいいと思う。合うっていうことですよね、きっとね。ね、付属と大きな太鼓が運ばれていきますけれどもね、1人1個運ぶんですね、すごいね。でもじゃあ出演者が1人1個も持ち太鼓ってこと、持ち太鼓ってことですね。前太鼓的なやつですよね。まあね、ほんと昨日見させていただいて、すごい迫力あるのはもう当然なんですけども、うん、やっぱりフォーメーション、うん、こちらも注意して見ていただけたらなと思います。これ昨日見たからこそ言えるコメントなんですけどね。そうですね、そう、もう今日初だったら、うん、和太鼓を皆さん楽しんでくださいねっていう、なんかもう強力なあの内容しか言えなかったんだけれども、今日はもう ね、迫力分かってますからね。でまたイブされてね、私がね、いい感じ、いい感じで、あの今日は燻製になって仕上がっていくんだろうっていうところまで見ていきたいと思います。ライトの感じと煙の感じで、よりお花火みたいな感じになってたんですね。これあれ天然のスモーク、本当にあのよくこうステージ始まる前とかライブハウスとかでは、ね、かよく書かれますけど、そういうこと、ちょっとあんまり喉に優しくないスモーク、そうだから太鼓でよかったねって、そうですね、せめて太鼓でよかったねっていう感じですけれども、うん、太鼓はあれですかね、こう皮張りなんだけど、スモークは大丈夫かな、湿気には弱いってよく聞くんだけど、お水はね、ダメって聞きますけど、煙は大丈夫かな、煙されちゃってますよね、ダメですかね、音変わっちゃったりしますか、大丈夫そうですか、ね、ちょっと煙いけれども、皆さん力を合わせて、はい、頑張ってくださいね。パフォーマンスが激しいから、かえって煙吸っちゃうと呼吸困難になっちゃうかもしれない。ちょっとじゃあ今の間だけね、煙、風が止まってくれるのを祈りましょう、祈りつつ、はい、大丈夫かな、みんな目痛いね、すごい大きい音がいますけれども、小さい音たちもね、こうね、参加してくれるこの和太鼓、ね、スキエンさんですけれどもね、はい。